ファルコンステークスの登録予定は見ていきたいと思います。まだ登録馬発表前ですので、実際に登録がない場合もありますからご了承ください。クロッカスステークスからは勝った東進マカオ、2着のプルパレイ、あとはねこの時は除外に取り消しになってしまったデュガなどが登録を予定しています。これ勝った東進マカオなんですけども、この時ね調教評価も A 評価ということで非常に動きも良かったですし、パドック評価も良かった馬です。このね東進マカオに関しては、今現状マイルよりもこの 1400m ぐらいの距離というのがベストマッチしているような印象があって、この一つ前のレース朝日杯使ったんですけども、朝日杯の時にもね最後ちょっと一伸び足らなくなっていたところというのは距離の壁かなというふうに感じさせるようなところがありましたので、まあもちろんねちょっと差し決着になるフューチュリティステークスではありましたので、そこを前で運んだというところでは苦しい部分もあったと思うんですけども、やはりこのねクロッカスステークス 1400m のレースになったことで非常にレースとしても伸び伸びと運べていますし、最後まできっちりと足を使えているなというふうに感じました。で、位置取り悪かったプルパレー外に出してからしっかりとしたこういったね速い伸び足を使えています。このレースに限っては後方からの競馬になってしまったんですけども、それ以前は前々でのレース運びもできていますので、まあ、今回ねちょっとこういった形でね差す競馬でいい足を使ったことによってですね、もしかしたらまた差しに中心のレースというのが続く可能性もあるので、そこはちょっとね何とも言えません。ツイッターではパドック診断も行っております。中山のマイル戦で行われましたジュニアカップ2着したベルートブラボーが登録を予定しています。5枠の5番なんですけども、この時ね、ブリンカー初めて着用で、右側の、ブリンカー右ブリンカーだけね着用していったんですけども、ブリンカー効果も生かしてね積極的なレース運びをしての粘り込みにしていきました。まあ、この馬ね新馬戦からいまいちね、まあ、決してね反応の良かったタイプではないんですけども、3戦目に使われたダリア賞で非常にいい反応というのを見せていて、まあ、使われつつ状態が良くなってきたなというふうに感じさせる、そういったね、ベルウッド、ブラボーです。まあ、ただね、KO 杯、2歳ステークスではちょっと位置取りの悪い競馬で後方から外回しになってしまって、まあ、展開的にも向かなかったところがありますので、まあ、本来こういった形でね、前々でのレース運びができる馬ではありますし、まあ、ここをちょっとね極端に先手を奪う逃げる競馬になりましたけども、中山のマイル戦のこういった形での息を入れた逃げというのは理想的な形ではありますので、今回ねコースも、まあ、競馬場も変わるような形になりますので、まあそういったところでね、まあ、ブリンカーの着用の有無だったりとか、このまあ右側だけのブリンカーだったんですけども、左回りに変わることでどういった変化をつけてくるかなどですね、まあそういったところにもちょっと注目しておきたいかなというふうには思います。ただ逃げなくても前に馬を置いて反応良い加速なんかをダリア賞で見せていますから、まあ、能力はねその時も非常に強い良い能力を見せていましたし、まあ、ダリア賞の時のようなね反応の良さというのが使えるようであれば、この先も 1400m 前後、まあ、1200m から 1400m ぐらいで非常に良い足が使えるんじゃないかなというふうには思います。中京2歳ステークスからジャングロウィンマーベルが登録を予定しています。まあ、中京2歳ステークスというとねまだ 1600m のイメージが抜けないところはあるんですけども、まあ、1200m ここジャングロがこういった形で、まあ、頭数もね9頭立てと少なかったんですが、先手を奪って後続に足を使わせるような逃げをしていきました。ジャングロこの後ねマーガレットステークス使ったんですけども、そこではですね前に馬を置くような競馬になりましたが、ちょっとね前に馬がいると少し嫌がるような場面というのを見せていて、ただそれでもね勝ち切るようなレースができたのがマーガレットステークスです。この中京2歳ステークスはそれなりのねペースで引っ張っていきながら後続に追いかけさせて足使わせて、そのまましっかりとこの馬はね伸び足を最後まで使っていって抜け出している非常に強いタフな足は使えています。で、2着に入った3番のウィンマーベルなんですけども、この馬ねこれ追い出してからねもう右に左にとフラフラとしていて、かなりこのまあ乗りづらさというかですね操縦性の悪さというのを見せているんですけども、そんな中でも最後まで伸び足は使えていますので、まあ、ここら辺はもう少し幼さが抜けてくると推進力というところでもね出てきてもいいのかなというふうに感じるところはあります。中山のマイルで行われましたヒイラギ賞を勝ったのがティーガーデンです。
まあ、ちょっと外目の枠で中山コースとしては今ねスタートも決してねあまり早くなかったんですけども、ここから押し上げながらロスのある競馬をしながらも長く足を使っています。まあ、未勝利戦をでね勝った時もまあ少しね追いかけるようなレースになりながら長く足を使っていったのがこのティーガーデンです。今ね下にも出てきましたけども無料の LINE の公式アカウントもありますので、よかったらこちらの方もフォローしていただければと思います。7枠8番このティーガーデンなんですけども、ちょっとね今こう頭を上げながらのそういった感じは見せてはいますが、この前一つ前の未勝利戦でもスムーズなレース運びはできていましたし、そこでもね、まあ、無理なく押し上げながら長く足は使えていますので、まあ、今回ね距離短縮にはなりますけども、ちょっとね、まあ、スタートは今みたいなねスタートでちょっと遅れてしまった時に、足をね前半で、使ってしまう、もしくはね追走しきれないというような心配が出てきてしまうかなというふうには思うんですが、まあ、こういった形で追い上げながら長く足は使えていますので、まあ、そういった競馬ができればですね、決して 1400m も対応しきれないことはないかなというふうには思います。まあ、新馬戦の時はねかなり後方からのレースになってしまって、窮屈でね不利のあるようなレース、なかなか伸び伸びと走れないままの5着というような結果になってしまいましたが、まあ、その時以来のね 1400m にはなりますけども、まあ、そういったところで考えるとねちょっとね、あまり内枠すぎるとレースとしてしづらい場合がスタートも位置取りも含めて出てくる可能性がありますので、基本的には 1100m に距離短縮することも含めて少し前を追いかけて動くような競馬になるかなというふうことをですね想定しておきたいなというふうには思います。湘南伯楽の未勝利戦ご覧いただきたいと思います。このまね未勝利勝ちにかなり時間を要して、これが未勝利戦としては7戦目での勝ち上がりになったんですけども、ここまでのねレース内容に比べるとこの未勝利戦は非常に強い内容だったなというふうに感じます。ただまあこれまでも決してね位置取りに安定感のあるタイプではなく、こういった形で中段馬群やや後方からのレースになるケースというのも見られる馬ではありますので、まあ、このね今回この未勝利戦を勝った時の足というのが常に使えるようであれば、この馬としてはこの先もまだまだね見せ場を作れてもいいのかなというふうには感じます。まあ、ここね今馬群の中中段馬群やや後方からの競馬になりましたけども、そこからですね直線では馬群の外に持ち出していって、長くいい足というのは発揮できていますので、今ね画面の中、まあ、こう外側にね馬がいなくなったというのは良かったんですけども、馬群の外側にここ出していくような形がスムーズに取ることができましたし、まあ、極端に後ろ継ぎない位置でのレース運びができたのも良かったと思いますが、ここから仕掛けてからねしっかりとした長い伸び足というのを発揮できていますので、この持続した伸び足というのはこれまでの6戦ではちょっとね見れなかったところがありますから、いい意味でねこれ最後まで長く足を使えるという競馬ができたのはこの7戦目にしてようやくこの馬らしさというのが、まあ、いい形でできてきたのかなというふうに感じる内容です。中京で行われましたツアー吹き賞をご覧いただきたいと思います。ここは勝ったコムストックロードが登録を予定しています。5枠5番だったんですけども、今こういった形でじんわりと押し上げながら、先手を取っていきます。これね、この馬としては初めての逃げという作戦にはなったんですけども、息を入れながらの非常に楽な競馬ができて、最後までじりじり伸び足を使っての粘り込みになりました。まあ、僅差でのね新勝ではあったんですけども、頭差しのぎ切るような競馬ではありましたが、まあ、そんな中でもね押し切ったというところでは価値のある内容だったなと思います。ただまあこれまでのレース内容、まあ、新潟2歳ステークスなんかでもね4着の競馬はしてはいるんですけども、まあ、デビューして以降特にね東京や新潟など長い直線の競馬場を使われてきて、前にね馬を置きながら追いかけて長く足を使うような競馬ができていましたので、それに比べるとここ逃げて標的となるような運びで少し伸び足としてはピリッとしなかったかなというところは見られるんですけども、まあ結果的にはねそれが勝ち切るような形にはなりました。まあ、どちらかというとこれまでのレースぶり、長い直線でのレースぶりから言うと前に馬を置いて早めのスパートで長く足を使うような競馬が向いてくるのかなというふうには思いますので、ちょっとねこの逃げる競馬だと少しまあ足を余しているというか伸びきれてないような感じがありますから、前に馬を置いた方が向いてそうです。
中山の 1200m で行われました黒松賞を勝った西野レバンテです。まあ、ちょっと気合をつけていくんですけども、うちの馬を行かせて、まあ、2番手での追走を試みるんですが、もう馬がかなり行きたがってしまっていて、仕方なく道中でもう解放して行かせてしまうというような選択をした、まあ、そういった内容だったんですが、まあ、行かせてしまったら行かせてしまったで気分よく走っていいスピードを見せて、最後まで伸び足をずっと使っていくような競馬を見せて、後続に足を上手に使わせながらですね、この馬としても最後まで足は使えている、そういった内容でした。まあ、これまでもね、かなり幼い動きというのを新馬戦から見せてきているところもありますので、結構ねレースとしてはなかなかねこの難しさというか、そういったところを感じるところがあるんですけども、スピードは非常にいい形で持っているなというふうには思います。まあ、1200m、まあ、1200m もねこれまで経験はしているんですけども、できればね短い距離でもうこの気象を我慢させずにスピードを生かしきるような競馬の方が向いているのかなというところはありますから、 1400m になった時に我慢が効かない可能性というところがありますので、まあ、気象面での成長があるかどうか、こういったところにも注目は必要です。襲名菊賞です。勝ったオタルエバーですが、ここは逃げてそのまま押し切りのレースになりました。これまでもね逃げて結果を出してきた馬ではありますけども、この後朝日杯使って、まあ、距離延長ということもありましたが、逃げない競馬で、まあ、外回しの中で、最後ね、このちょっと寄られたりなんかもしてかなりちぐはぐな競馬になってしまいました。まあ、できればね、まあ、ここ 1200m なんですけども、 1200m ぐらいで思い切った競馬ができた方が向いてくるのかなというふうに感じるところあります。まあ、新馬戦の内容が非常に強い内容で、まあ、新潟2歳ステークスでも逃げていったんですが、まあ、ただねそこではちょっとね力みを見せてしまったところもありましたから、まあ、いかにね、距離に関係なく気分よくこういった形で、スピードを生かして逃げる形が取れるかどうかというのはポイントになってくると思います。まあ、本質的にはねおそらく 1200m ぐらいの方がスピード的にはいいのかなというふうに思いますが、気分よく運べればこのような形でですね、 1400m はもちろんこれまでね 1600m でも結果を出しているように許容範囲というか、まあ、適距離にもね十分入るところではありますので、まあ、後続に足使わせるぐらい、まあ、とにかくですね、まあ新潟2歳ステークスの時にねちょっと力みながら走っていたのがとても印象に残っているまではありますので、気分よくリズミカルに走ることができれば簡単にバテない、そういったね非常に強い競馬ができるまではありますから、枠順も含めて、逃げる競馬で注目したい一頭です。デュアが勝った一勝クラスのレースです。まあ、この馬はですね新馬戦使わずフェニックス賞からのデビューということで、その後も小倉2歳ステークスなどを出走して、まあその後ね未勝利戦を逃げ勝ってのここがその次のレースという形になりましたけども、まあ、逃げる形でねスピードを存分に解放させるような競馬で、未勝利戦この一勝クラスと非常に強い競馬を見せました。まあ、こういったねちょっとまあ気象的なものもあるんですけども、非常にねスピードの勝ったタイプではありますので、まあ、どちらかというとこれあまりね我慢させずに走った方が今のこの段階では、まあ、幼さとも含めてですねスピードでなんとかこう押し切ってしまう方が今のところは向いているのかなというふうには思います。でこの後1月のクロッカスステークス登録してたんですけども、官房のため取り消しということになってしまったので、まあ、今回そういう意味ではですね、この一勝クラスのレースが11月に行われましたから、かなりレース間隔としては空いてしまったところがあります。まあ、そういう意味ではこのね、まあ、どういったこの先3歳をねどういった形でレースを運んでいくかというところが今回注目のポイントになってきますので、まあ逃げない競馬になるのか、スピードをね、まあ、こういった形で生かすような形で、もう解放させてスピードでなんとか押し切るような形に持っていくのか、まあ、そういったところが今回注目になってくるかなというふうに思います。まあ、先々のことを考えると、前に馬を置いてうまく折り合いをつけるような競馬ができた方が、このスピードを上手に生かせるんじゃないかなというふうには感じます。